で今日師匠のマイクが納車なんだって。そうなのよ。だからせっかくなんでちょっと見せていただこうと思って、うん、ハンバーグ師匠の CB1100 ということで仕上がりました。今日納車でございます。あーでもいい音すね。あーいい音、むちゃくちゃいいじゃん。テンション上がりますねこれね。いいね。とりあえずじゃあ走り行きますか。行こう、はい、さあ行きましょう師匠。はい、お願いします。ここからは僕のチャンネルで。どうですよ師匠、ちょっと走ってきましたけど。いや今んとこ快適すぎる、最高すぎる。最高ですよね。うん、真冬の大寒波ツーリングちょっと怯えてたけど。はいはい、天候にも恵まれて。はい、これから今寒波地走ってちょっとベイブリッジの方行きつつ、あ、お台場の方からね。はい、了解。このバイクいつ買ったんだっけ。これが来たのが年末ですかね。そうだよね。ですぐ走り行ってたよね。はい、すぐ走り行きました、そのまんま。そうなんですよ、年末買っちゃいました、勢いで。いやもうバイクなんてやっぱ勢いで買わないと。そうなんですよね。さすがにもう今しばらく欲しいものはないですか。別に車とかバイクで今はもうしばらくいいね。 CB 多分これ乗り倒すか今から。はいはい、でもそういう奥さんも理解があっていいですね。ちょっと高いってなったとはいえ別に頑張ったねって言ってたけど。そんなにするんだ、頑張ったね。さっき聞いちゃったからな師匠のちょっとのろけ話。師匠のチャンネルでのろけてないのよ。まああれがそっか、あれが世間でいうのろけになるのか。のろけてましたよ。恥ずかしいわ。じゃあもう大体家でさっきもあれですけどご飯食べてるってことですか、仕事終わったら。そう、もうまっすぐ帰ってるよ。あ、飲み行ったりしてないんですか。もうじゃああんまりほとんど行ってない。へえ、だから出かけるのも2人だね、夫婦で。素敵。まあまだ子供いないからさ。はいはいはい。変なこと聞いていいですか。変なことは嫌だ。いや別にそんな変なことです。それはちゃんと師匠はプロポーズみたいなしたんすか。プロポーズしたよ。あ、したんすね。うん、別にそのふわっとする人もいるじゃないですか、そういうの。いや俺多分ねふわっとしようとしてたんだと思う。そしたらちゃんとプロポーズしなさいって言われて。それは奥さんから。そう。なんすかその話。いやその頃よく言ってたのよ、いつするみたいな。はいはい。で結局プロポーズってさ、はい、まあ簡単に言うとサプライズじゃん。はい。でもサプライズはもう俺らしなくて、はい、じゃあ今日プロポーズするからプロポーズする場所探しに行こうって探しに行ったのよ。はいはいはい。二人で。はい。で初めてデートしたその、まあ、いわゆる湘南のビルズあるじゃん。はいはい。あそこで9年前に初めてデートしたから、はい、そこでプロポーズしようって言って、はい、もう向かったのよ。はい。でそこのビルズの下に雑貨屋があるから、はい、まだ指輪も用意してなかったけど、まあ、そこの雑貨屋で簡単なやつを買って、はい、まあ、そこでやろうって、はい、で行ったんだけどめちゃめちゃ人がいたの、週末だったし、はいはい、ほんでビルズで飯食ってじゃあちょっと探そうかって言って場所探したんだけど人も多いし、で雑貨屋でもとりあえず指輪買おうと思ったら雑貨屋がペットショップになってたの。指輪買えないわと思って、あ、じゃあもうここじゃやめようって言って、で都心に戻ってきて、はい、でその中でなんか雰囲気のいい場所を2人で車でぐるぐる探した。で今やみくもに探してもまあ見つからないから、はい、レインボーブリッジのふもとにさ、はい、夕方になると、はい、レインボーブリッジに火が灯って、はい、全容が見えるところがあるのよ、はい、ロケで使ったことがあってそこ、はい、でそこ行こうって言ってそこ行った。で指輪もないからって、はい、ヒルズ行って指輪買って、はい、ほんで夕方待って、はい、でそこ行って、はい、でそこでプロポーズしたよ。へえ。じゃあでもさっきも言ったけどさ、今度式あげるけど、はい、パーティーやるんだけどさ、はいはい、この間あれに行ってきたのよ。なんすか。衣装合わせ。なんすか衣装、あ、衣装合わせ、タキシードの。はいはい。あ、じゃあちゃんとそういう格好もしてやるんすか。名古屋でね、はいはい、まあ本当に身内だけ集めてやるんだけど、ああ結婚式は、そうそう、はいはいはい、
じゃあ俺なんか楽しくなっちゃってさ、はい、スーツオーダーしちゃったのよ。タキシードですか。そう。じゃあでもそのタキシードが、はい、オーダータキシードした後に、はい、スーツに変えれるっていうから。あ、そうなんですね。いや、なかなかタキシードってね、着る機会ないじゃないですか。うん。で、俺キングスマンが好きだからさ、はいはいはい、もう全部イギリスでお願いしますよって全部オーダーで、全部というか、まあ、全てのオーダーじゃなくて、なんかセミオーダーすごいバージョンみたいな感じ、はいはい、で一着オーダーしただけなのにさ、はい、なんだかんだってさ、はい、70万もいっちゃってさ、これもうびっくりしちゃって。いや、まあでも高いっすよね。いや、でもオーダーのさ、スーツってそんな印象もなくない？もうちょっと抑えられるかなと思ったら靴が高かったね。楽しみね、そんなの。だから結局アミの衣装より高くなっちゃったそんな夫婦います何それ。キングスマン、キングスマンって言ってたら高くなっちゃったいける、それYouTube でやりたいこととかあるんですか、最近は。まあ、なんかマジでイベントはやろうかなと思ってんの。ハンバーグフェス。そうだから、まあ、音楽フェス、この間前回やったみたいな感じじゃないよ。多分バイクフェスみたいなことになるかな、多分。はいはいはい。いつ目標ですか。今年の、まあ、どっか秋ぐらいにやれたら、はい、じゃあ師匠が僕のためにネタを書いてください。コントに挑戦したいです師匠が書いてくれたネタでコントか、なんか、うん、わかんないですけど、なんか挑戦したいです、笑いに。俺がネタ書くっていう、なかなか難しいのよ俺ネタ書きじゃないからいや、だからこそですよ。そうなると、ハンバーグ師匠みたいなキャラコントになるよいいですよ、キャラコントしたい、うん、その人のマンパワーでなんとかやり遂げるコントの中身じゃないからまあでも未定だけどね、それ。やりたいやりたいってずっと言ってるだけで。まあまあ、でもやりましょうよ、なんか面白そうじゃないですか、それ。ヨシキは音聞こえてんのかな、聞こえてないのか。ヨシキは聞こえてない。聞こえてない。マシンのようにただカメラを向けてるだけでロケ車で来たんですかって言って結局使ってくからめちゃくちゃ楽しそうに使ってますよ確かにロケ車があると便利な時はあるな。そうなのよ。昨日何釣り行ってたの。一昨日です、朝、夜中です、雪の中、ね、ただまだ師匠が、まあ、師匠にもらったやつ投げるのもあれだなと思ってて、どうしようと思うんですけど、でかいシーズンが来たら投げてみようかなと思って。ああ、あるわね。はい、釣りやってゴルフやってバイク乗って、はい、だんだんやっぱり趣味ってそうやってなんか被ってくるんですね。バイクやってゴルフ乗る人とかも多いじゃないですか。バイク、おいおいおい、釣りもですけど、うん、だから好きなものってやっぱこう合わさってくんだなと思って。ああ、そうね。いや、いいよ、いい感じだよ。ちょっともう一回高速乗りたいぐらいだな。楽しいっすよね、うん、全然本当バイクも快適で良かったですね。意外と納車の時とかちょっとトラブったりするじゃないですか。ああ、そうだね、やっぱり。いや、もう二平さんのおかげよ。マジでいいな、これかっこいいっすね。かっこいい、色もいいし。ハンバーグブラウンね。そう、まあやっぱりハンバーグブラウンなんですね。まあ一応そのなんかそんな感じにした。かっこいい、すげえいい色です。いいんじゃない。いいですね。
最高じゃないですか。最高だ。あ、ここまっすぐ行ってゲートブリッジか。オッケー、やってきました、ゲートブリッジ。ゲートブリッジゲートブリッジ来たよ。来ましたよ。いや、もう言ったんです、それ僕言ったゲートブリッジあー、でもこっちの方やっぱちょっと寒いですね。わかる、寒いですよね。ちょっとだけトンネル抜けたら急に肌寒いわ。ですね。うわー、すげえな。いいね。いいですね。抜けてんな、景色。最高だ。バイカーも増えてきたな。増えてきましたね。うわー、すごい。うわー、すごい。何回通ってもうわー、すごい確かにここは最高だ。最高。うわ、今日は本当に、いや、天気良くて良かったですね、師匠。納車最高だよ。これはいいですね。あー、いいね。最高ですね。空気が澄み澄みよ。めちゃめちゃ景色いいじゃん。いやー、気持ちよかったっすね。よかったね。U ターンします。さあ、師匠、再びゲートブリッジです。うわ、マジで景色良くない？すごいな。最高っすね。うん、ここは気持ちいいわ。うわー、最高。いやー、マジで良かったな、これ走れて。よかったよ。よかったですね。おいいツーリングになりましたね。東京だ。I love 東京。なんでですか。さっきが誰なんですか。東京に生まれてよかった。東京に生まれてないですよ。あ、そうか。俺愛知県だった。ですよね。愛知とか行きましょうよ。師匠の地元ツーリングで行きません？いいよ。あったかくなって行きたいっすね。どの辺りまで走れるかな。知多半島の方行くか。ああ。あとはもう、伊良湖岬の方行くからね。いや、なんか行ってみたいっすね。その行ったことない。うん。よいしょ。はい、到着。気持ちかったですね、師匠。最高、ありがとうございました。こちらこそ幸せです。さあ、ありがとう、最高だったわ。どうでした、師匠。ありがとうございました。あの天気もいいし、はい、バイクも納車出されて最高だし、はい、マブと走るの最高だよね。あ、いいこと言ってくれますね。うん、いやー、楽しかったな。うん、いいですね。ちょっとでも本当に今もう2月とかなんで、もうちょっと暖かくなってから、まあ、次春ぐらいに行きましょうよ。行く、そうだね。また違う組み合わせで走りに行きましょう。わかった、了解です。ありがとうございました。ありがとう師匠のチャンネルもよろしくお願いします。お願いします。たまに登録者減ってるそうなんで、すいません、よろしくお願いします。本当にお願い中尾さんさん、秋吉さんさん、キツネさんさん、キツネさん。